さて、最短で東の砦を目指すなら北東の風なき渓谷を目指すべきだが、劉備岳の麓や海沿いの集落周辺でも鉄の者の姿を見かけたという情報もあります。風なき渓谷を抜ける前に緑ヶ原全域を一度見回ってみるべきかもしれません。ったく、やつら追い払っても追い払っても湧いてきやがるな。我ら王宮近衛隊の名にかけて、やつらをすべて風なき渓谷の向こうへ、いや、サンゴの海の向こうまで追い払ってやりましょう。そう力むな。風なき渓谷の西側はまだ妖精の領域、本番は紅ヶ原に入ってからなんだからな。はっ、気を引き締めてまいります。まっすぐ北東に向かえば風なき渓谷までは半日ってところだが、やっぱりな。早速邪魔が入ってきやがった。昨日はよくも我らの野営地で好き勝手してくれたな。手ぶらで逃げ帰るわけにはいかない。そうなれば遍歴卿に何をされるか。いいじゃねえか、たっぷりお仕置きをしてもらえよ。なめた口を覚悟しろ、ファンルージュ。ここは俺の縄張りっす。わかった。しょうがねえな。情けねえ面すんな。どうした？ちぇい！ほいっと！ちぇい！逃がしはせん。貸し一つっすよ。わめく。だ、すれ。許可しよう。考えたっすね。行くよラギー。僕に続け。あいあいさ、リドル君。たいない。ほら、僕は誰よりも正しい。くしゃー、命だけは助けてくれ。昨晩見逃してやったというのに再び戦いを仕掛けてきたのは貴様らだろう。待ってください、彼らはもう降伏している。これ以上は。あなた様、我々を助けに来てくださったんですね。あ、人違いか。バカ、あの方がこんなところにいるはずがないだろう。だが、確かに似ている。何をごちゃごちゃと。さっさと風なき渓谷の向こうへ帰るがいい。彼らは誰と俺を間違えていたんだ。風なき渓谷が見えてきた。確か渓谷から東は鉄の者の領土でしたね。違う、決して奴らの領土ではない。この大陸は全て我々妖精のものである。奴らが勝手に住み着き、勝手に縄張りにしているだけだ。よく覚えておけ。失礼いたしました。声を落とせ。奴らの鉄火の音がする。レイヤ様って可愛いよな。むさ苦しい砦に咲く一輪の花。本当本当、あの遍歴卿の妹っていうのは信じられないぜ。
俺たちにも優しく声をかけてくれるし。でもよ、噂じゃ夜明けの騎士と恋仲らしいぜ。げっ、よりにもよってあいつかよ。勝ち目ねえ。ほう、最強と名高い夜明けの騎士に恋人がいるとは知らなかったな。あくまで噂だぞ。でもまあ悔しいけど男から見てもかっこいいしな、あいつ。髪の毛もサラサラで羨ましい。レイヤ様が惚れちゃうのもわからなくはない。へえ、いつも兜に隠れてる夜明けの騎士の面、俺も一度拝んでみたいもんだな。確かにあいつあんまり兜取らないもんな。妖精、楽しいおしゃべりはここまでだ。物どもかかれ。覚悟ができているなら武器を取れ。その程度か、甘い。ないよ、遅いんだよ。グオリオチだ。笑える。グオリオチだ。任せて。レオナ、足でまといはいらないわよ。誰に言ってんだ。こんなのお話にならないわ。ゴリオシだ。おいビル、ついてこい。あたしに命令しないで、レオナ。可愛がってやるぜ。感謝する、また一つ強くなれた。風なき渓谷周辺にたむろしている銀のフクロウどもに合流されると厄介ですね。ああ、早いところ奴らを追うぞ。狭い岩の間を雷鳴山脈から吹き下ろす強い風が通り抜けてんだ。歩くのも一苦労だな。この風がある限り投石や矢での攻撃はまず見当違いの方へ飛んでいっちまう。魔法はその限りじゃないかな。要塞にとってこの渓谷は自然の要塞だ。渓谷の先から何か巨大なものが来る。なんだあれは、岩のゴーレムか。いや違う、この鉄と油の匂いは。総員構えろ、来るぞ。いい度胸が終わりだね。なるほど、
そうだね。リドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用しよう。ご満足いただけました？準備はいいかい、アズール？もちろんですよ、リドルさん。もう帰り道はないよ。よろしい。後悔がないならいい。無理をしてもいいことはない。甘いよ。いざ。後悔がないならいい。ああ、好機だ、レオナ先輩。見せてみろよ、シルバー。脇が甘いぞ。はっ。ほら、僕は誰よりも正しい。くたばれ、鉄の化け物め。そこ、くさき大破。なんて奴らだ、生身で鉄の掘削機を破壊してくるなんて。掘削機なしに勝てるわけがない。退却、退却。なんなのだあの鉄のゴーレムは。この装甲車、ショベルカーのような装備がついている。鉄の者たちはこれを装甲掘削機と呼んでいたな。ということは、おそらく土木作業用の機械だろう。ふむ、そういや、麓の町の工事現場で似たようなのを見たことある気がするんだぞ。土を掘り返すためのからくりということか。面用な奴ら、いつの間にこんなものを。ほんの20年前は木の隙で土を掘ってたってのに、こんなので山を掘られたんじゃ、あっという間に雷鳴山脈が丸裸にされちまう。ひとまずマレノア様に報告しておく。伝令、ひとっ飛び行ってきてくれ。全身ひでえ鉄と油の匂いだ。水浴びしねえとやってられないな。渓谷を抜けたら小さな湖がある。今日はそこで野営としよう。リリアのやつ、湖で捕まえたカエルを食おうとしてたからびっくりしたんだぞ。慌てて魚を捕まえてきて事なきを得たが。お前たち知らねえのか？あのカエルには毒がないんだぜ。いえ、毒とかそういう問題では。あの、おや、バンルージュ殿、少し質問をいいでしょうか？あ？何だ？鉄の者やこの衛兵がたびたび口にするヘンリクや夜明けの騎士とは何者なんですか？ふん、奴らトスクニではさほど名を知られていないのか。ヘンリクは銀のフクロウの狩猟をやってる人間の男だ。強欲で下品で樽みたいにでかい。奴はいつも東の砦でふんぞり返ってて、めったに出てこないが、昔一度だけ要求書を持って野原城に訪れたことがあった。マレノア様は一切取り合わなかったんだがな。茨の国を害する行為を繰り返しているくせに要求者だと、なんとずうずうしい。で、夜明けの騎士ってのは銀のフクロウの警備隊隊長だ。銀のフクロウは魔法石や金属を求めて危険な場所にも潜り込む。例えば俺たちみたいな賊がはびこる風なき渓谷の西側や雷鳴山脈の魔獣の巣とかな。だから荒ごと専門の腕利き警備兵を雇ってるってわけだ。その中でも夜明けの騎士ってやつはべらぼうに強い。あなたが強いと言い切ると。
この大陸の東端、雷光岬にある砦を守ってる。そこからついた二つ名が夜明けの騎士。奴は剣の達人で、あいつに乗された仲間は数知れず。怖いもの知らずの夜の眷属も、白く輝く鎧と金の髪を見れば耳を伏せて逃げ出す始末だ。ヘンリクが野原城を訪れた時に一緒にいたから姿は見かけたが、鉄面をかぶってたから面は拝んでねえな。噂じゃとんでもない美形らしいぜ。昼の眷属に美しさを贈られたとか。へえ、金の髪で美しい顔か。ビルみてえな感じかもしれねえな。ふん、美しさなど騎士に必要なのは強さのみ。そして強さに関して、この国で右大将リリア様の右に出る者がいるはずがない。当然だと言いたいところだが、俺も奴とやり合ったことはないからな。奴は普段東の砦を守ってて、滅多に渓谷の西には現れない。一度お相手願いたいと思っているんだが。つまり東の砦に行けば夜明けの騎士と一戦交えることになる可能性もあると。そういうことだ。最初にマレノア様の書状を持って砦に向かったレバーンも、ヤスと鉢合ったんじゃねえかって噂されてる。レバーンってやつもリリアの話に出てくるよな。そいつ何者なんだぞ。龍眼光レバーン、この国の外交任務の要だった男の名前だ。レバーンはマレノア様の目であり手足であり夫でもあった。行方知れずになったという使節団を率いていたのはまさか。そう、レバーンだった。奴は貴族だったし、特使としてこれ以上ない男だったからな。すぐに戻ると嫁と卵を残して野原城を飛び立ったっきり。本当にどこをほっつき歩いてるんだか。あいつがいない間、誰が姫と卵の面倒を見なきゃいけなくなると思ってんだ。今回の遠征であいつの行方の手がかりをつかんで姫に持ち帰ってやりたいところなんだがな。急に泣き出したんだおめえ。これが涙せずにいられるか。残された卵様と姫様とリリア様のお気持ちを考えたらあんまりです。あんまりすぎます。こんな時代だ、よくあることだろ。そのうちひょっこり帰ってくるかもしれねえし、だからそれまで俺は命に代えても姫と卵を守らなきゃならねえ。約束したからな、あいつと。親父殿。おい、だからその親父ってのをやめろ。俺はまだ300歳になったばかりだぞ。あ、申し訳ありません。つい長話が過ぎた。お前たちを見てると昔を思い出していけねえな。俺はもう寝る。お前らもさっさと寝ろ。おやすみなさい。